皆さんこんにちは、サイエリリだよ。今回は宇宙の大きさについて解説するよ。私たちが住んでいる宇宙はとても広いけど、そもそも宇宙の大きさってどれくらいなのかな。一般の人でも科学者でも普通宇宙と考えている範囲は私たちが見ることが可能な範囲ということになるよ。見ることが可能な宇宙、つまり観測可能な宇宙の大きさは宇宙で最も速いものである光が届く範囲ということになるね。ということは、宇宙誕生の瞬間に最も近い光が現在の私たちに届くまでの時間がそのまま宇宙の大きさとならないかな。この宇宙最初の光は宇宙マイクロ波背景放射と呼ばれていて、私たちの方向を含め四方八方に飛んでいるよ。詳しい分析でこの光は今から約138億年前に発生したということが分かっているよ。ということは、光の速さに宇宙の年齢を掛け算して、宇宙の半径は138億光年、直径は276億光年となるのかな。実はこれ間違ってるんだよ。もしも宇宙が全く変化しなかったならこの推定は正しいけど、実際には私たちの宇宙は誕生からずっと膨張し続けているよ。すると138億年前に光を発した場所は現在になるまでに空間の膨張によって遠ざかっていることになるよ。例えばこの図の点 A から点 B に向かって光が進むとき、空間が膨張していない場合は時間と距離は一致するよ。でも空間が膨張していると光が点 B へと進むと同時に光を発した点 A も遠ざかるから、この分が上乗せされるよ。点 A が点 B で見えるようになるのは点 B に光が到達したとき。だから点 A は光が実際に進んだ距離以上に遠くにあるよ。この図は分かりやすいように膨張を一定にしているけど、実際の宇宙の膨張はもっと急激で図は極端になるよ。最初の光が138億年かけて進んだ距離はもともとは4200万光年だった距離なのに、空間の膨張で拡大して実際にはその約1100倍、つまり465億光年まで引き伸ばされていることが分かっているんだよ。つまり観測可能な宇宙の大きさはその倍、直径930億光年の9ということになるんだよ。思ったより大きいと感じた人もいるんじゃないかな。でもこれはあくまで地球から見えている範囲の話だよ。見えていない範囲の外側はどうなっているのかな。観測可能な宇宙というのは光が有限の速度という性質があるからで、実際の宇宙の大きさとは関係ないよ。もし実際の宇宙の大きさが観測可能な宇宙と同じだった場合、地球が宇宙の中心にあるというとても不自然なことになるよ。地球が宇宙の中心にあるように見えるのはあくまで見た目上の問題で、実際には観測可能な宇宙の外側にも地球周辺と同じような宇宙が広がっていると考えるが自然だよね。では観測可能な宇宙の外側を含めた実際の宇宙の大きさはどれくらいなのかな。これに対する回答は実は結構複雑なんだよ。順番に解説するね。まずは宇宙の大きさは無限大で果てはないという説だよ。これはとても単純だね。つまり観測可能な宇宙の外側は同じような宇宙がいつまでも無限に続いているということだよ。ただ宇宙が無限大の大きさを持っていたとしても、実は一周は可能な可能性があるんだよ。例えば地球を例に考えると、海も陸も関係なく進めたとして、ひたすらまっすぐ進めばいつかは元いた場所に戻れるよね。同じように宇宙も同じ方向に進んで元いた場所に戻るのとすれば、それは宇宙を一周したということになるよね。この宇宙を一周したと宇宙の大きさは必ずしもイコールとは限らないよ。もしも宇宙の一周をスタート地点と全く同じように見える場所に戻ってきたと定義するなら、偶然にもスタート地点と全く同じように見える場所にたどり着く可能性を考えないといけないよ。そんなことあるの？って思うかもしれないね。でも宇宙の基本構造を考えるとこれはありえるんだよ。宇宙を簡単に言えば、宇宙空間という入れ物の中に粒子やエネルギーが入っているという構造だよね。この粒子の配置は量子力学によれば最小単位があって、有限のパターンしかありえないと考えられるんだよ。つ
つまり私たちの観測可能な宇宙と全く同じ粒子配列の宇宙が宇宙のどこかにはあるということになるよ。そんなことあるの？って思うかもしれないけど、例えば粒子の収まる場所が4個で粒子が2個と考えるなら、偶然同じ配列が出現することがあり得るということはわかるんじゃないかな。観測可能な宇宙の粒子の数はとてつもなく多いけど、それでも有限光しかないから、このような偶然はあり得るよ。この考え方がとても面白いのが、実際の宇宙の大きさがたとえ有限ではなく無限大だったとしても、私たちの宇宙と全く同じ宇宙に出会うことで宇宙を一周したと言えることもできるはずだよ。最低限に見積もったとしても、私たちの観測可能な宇宙と全く同じ宇宙に出会って宇宙を一周する距離はおよそ10の10の124乗乗だけ進めばいいことになるよ。この10の10の124乗乗という数字は指数が重なっているので、まず右上の10の124乗は1の後に0が124個連なった数となるよ。つまり10の10の124乗乗は1の後に0が100000と0が124個連なった数ということになるよ。あまりにも数字が大きすぎて、長さの単位は光年でもメートルでも誤数になっちゃうから問題ないくらいだよ。この考え方が面白いのは、大きさが無限大の宇宙ならば、この全く同じ宇宙も無限個存在するということだよ。つまり私たちが見れる宇宙も、この地球も、あなたも私も、実際の宇宙には無限個存在することになるんだよ。今この動画を見ているあなたが無限にいて、この動画を見てるなんてなんだかすごいよね。別の説として、宇宙の大きさは無限大ではなく、ものすごく大きいけど有限という考え方もあるよ。これは宇宙は小さいけど有限の大きさから誕生して、その後膨張したと考えればすっきり収まる考え方だよ。では有限だとして、その大きさはどれくらいなのかな。また地球で例え話をすると、地球は実際には球体だけど、普段の生活ではまるで地面は平面のように考えるよね。地球が球体なことを証明するには、宇宙に飛び出して遠くから見るか、地面が湾曲していることを測定する必要があるよ。これが宇宙だと外から見るというのは無理だけど、宇宙の中に空間が湾曲しているかを測定することは可能だよ。人間の目線から見たらほとんど平面に見える地球も、ちゃんと測定すれば球体であることを証明できるように、空間に歪みを測定することで、宇宙空間の中にいながら宇宙空間の3次元的な歪みを測定することが可能なんだよ。とにかく宇宙空間が湾曲している場合は、ひたすらまっすぐ進んだとして、いつか元に来た場所に戻れることになるよ。ただ宇宙空間の湾曲は未だに測定されてなくて、あったとしても非常に小さな歪みであることが分かっているよ。この宇宙の歪みの値の下限値と宇宙のインフレーションの膨張速度を考慮して計算を行うと、少なくとも10の10の10の122乗乗乗というとてつもない大きさになるよ。この10の10の10の122乗乗乗という大きさは、さっきの10の10の124乗乗よりもっとずっと大きい、さらに途方もない大きさだよ。今回の話で宇宙の大きさにはいろいろな考え方があること、スケールは全く違うことを少しでも知ってくれたら嬉しいな。それじゃあまたね。